こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。冬はスキーが趣味です。3泊4日で野沢温泉スキー場に行きました。野沢温泉、愛知県からだと直接向かっても車で約5時間かかります。4日間の日程ですが、もう3日目です。今日は曇りですが、昨日雪が降っているのでゲレンデコンディションは良さそうです。それではどうぞ。3月5日長坂ゴンドラから山彦第2に乗り継ぎます。そして山彦ゲレンデで滑ります。
もう。あのね、あそこのとこだけさ、ガタガタガタってなってるんだけど、ね、ちょっと、そのところも殺さないかな。ちょっと、なんだ。ゲレネのせいにしちゃいかんよ、自分のギリのなさでね、走らないかんよ。ちょっとそれはない。大丈夫ですか？それはないよね。いや、行けます。ちょっと上級者じゃないと。え、そうなんだ。そう、そうもんで、初心者勝ち。
かがでしたか？おじさんたちのスキーなので無理しません。明日はもう帰る日となってしまいました。ご視聴ありがとうございました。